竹島のアシカ絶滅は日本のせい。韓国市長に領土官がパネル展示、不法占拠直後、数百頭。韓国が不法占拠する竹島。島根県隠岐の島町をめぐり、領土、主権展示官が1954年の武力占拠直後に、数百頭の日本アシカの生息が確認されていたことを示す、韓国側の記録をパネル展示している。日本アシカは75年を最後に目撃情報が途絶えており、韓国側では日本人による無差別な乱獲で絶滅に追い込まれたという主張がある。パネルはこうした主張に対し、なぜ日本アシカが姿を消したのか、冷静で学術的な議論が必要だと指摘する。不法占拠中に絶滅か。パネル展示は親子向け夏休みイベントのミニ企画展、動物ウォッチング。筆法よしと、竹島、尖閣諸島の仲間たちで、9月1日まで紹介されている。かつて、竹島は日本アシカの一大繁殖地だった。江戸時代には、クエイコ、ゲントリ家の商人が竹島に渡航し、幕府公認でアシカ漁を行っていた。明治になると、隠岐、四面県、在住の漁業者、中井洋蔵の側が過当競争によるアシカの減少を懸念し、明治37年、政府に竹島の貸し下げを願い出た。翌年1月に竹島は島根県に編入され、海苔は県の許可制となった。明治後期には、年間679差約2800頭が捕獲され、油や革製品として重宝されていた。昭和期になると池通りにして動物園やサーカスに売っていたという。竹島のアシカ漁は先の大戦直前の41年に中断される。戦後韓国は58年、竹島に沿岸警備隊を常駐させる。75年に同町で2頭が確認されたのを最後に目撃事例が途絶えており、韓国の不法占拠が続くか、絶滅したとみられる。韓国の主張は韓国の記録でも無理が。一方、韓国では、戦前の日本の乱獲で全滅したなどと唱えられている。慶尚北道独島資料研究会は2014年、独島竹島の韓国名のアシカを滅亡させたのは日本だと主張した。今回のパネル展示はアシカについて、韓国の国立海洋調査院が13年の報告書で、1958年に少し200、500頭前後生存と報告。保護政策はなく、捕獲を継続、75年の最後の目撃以降、絶滅したと推定と指摘した記録や、韓国の研究者が78周年に世界自然保護基金 WWF に提出した報告書で、約500頭のアシカ、57年まで独島、竹島の韓国名に生息していたが、駐留した武装警備隊に恐れをなして移動してしまったようだ、とした点を盛り込んでいる。この報告書は、繁殖地の回復に最も良い方法は、島から警備隊を撤退させることだとも指摘している。パネルはこうした韓国側の報告について、日本人がアシカを絶滅させたという主張は、韓国側の記録から見ても無理がある、と指摘した。こうした主張には日本もしっかり対応していかなければならない。今まで日本は、大人の対応としておとなしく対応する、消極的な場面が見られてきた。確かに大人としての諸策は残すことも必要なのかもしれないけれど、誤解を招いて将来に賭けを残すようなことはしてはならないし、発信力は強化し、毅然と対応してほしいと思う。武力を用いて不法占拠し、多くの日本の漁民らの命を奪いなほした侵略戦争並みの行為をもう一度追求すべきだ。政府は竹島は日本の領土だという。まさにその通りである。だとしたら、なぜ韓国に不法占拠を許している？日本は主権国家である。憲法9条など関係ない。自衛権が認められていて、なおかつ自国の領土を占拠されているのだから、専守防衛の観点からでも武力行使は認められている。政府はなぜ動かない？日本国民、そして主権を守らない人に総理大臣、そして国会議員になる資格はない。韓国国会、佐多金山の世界遺産登録推進撤回求める決議。韓国国会は25での本会議で日本政府に対し、新潟県の佐渡島の蟹山の世界文化遺産登録推進の撤回と、
世界文化遺産に登録済みの明治日本の産業革命遺産、長崎など8県をめぐる国連教育学文化機関ユネスコ勧告の履行を要求する決議案を採択した。決議案は出席議員225人全員が賛成して可決された。同決議は朝鮮半島出身者の強制労働があった。サバトゥ島のカニアムの世界遺産登録を日本政府が目指していることについて深刻な遺憾を表明するとともに、歴史に対する日本政府の真の反省と責任ある姿勢を求めた。また、明治日本の産業革命遺産については、強制労働があったという歴史の反映など、ユネスコ世界遺産委員会の決定や、自ら約束した姑息措置を日本政府が誠実に履行するまで、サタ・キンザムの世界遺産登録推進決定を撤回するよう強く要求することを韓国政府に促した。ユネスコ世界遺産委員会は26、29日にインドのニューデリーで開かれる。サタ・カンザムをはじめとする27件について登録の可否を審議する。岸田総理、離任する韓国のイン駐日大使と面会、日韓関係発展のため果たした大きな役割に敬意。岸田総理は、離任する韓国のイン・トクピン駐日大使の表敬を受け、日本で果たした大きな役割に敬意を表するなどと伝えました。岸田総理は、離任の挨拶のため総理官邸を訪れた韓国のイーン駐日大使を前に、在任中、日韓関係の発展のために日本で果たした大きな役割に敬意を表すると話しました。その上で、日韓関係は政治や安全保障のほか、経済、文化に至るまで幅広い分野で交流や協力が活発に行われているとして、離任後も日韓関係に引き続き関心を寄せてほしいなどと伝えました。イン大使も日韓関係の発展のために引き続き努力をしていきたいと応じたということ。知日派として知られるイン大使は2022年に着任し、イン・シエ政権下で徴用工問題など両国間の懸案の解決に尽力しました。総理周辺は離任を前に岸田総理が面会したことについて、因子なしでは成し遂げられなかったことがたくさんある。その感謝として、官邸としても思いを伝えることは必要なことだと話しています。パリ五輪、スミーチキ応援の静止を、助演特教授、IOC に協力要請。第33回パリオリンピックの開幕を控えて、韓国精神女子大学のソギョンド教授が、国際オリンピック委員会 IOC に、日本のスミーチキ応援の静止を要請するメールを送ったと、25日、明らかにした。これに先立って日本応援団は、2021年に行われた第32回東京五輪男子自転車競技、ロード中にスミーチキで応援をした。助教授はメールで、スニツキは日本人たちの抱擁、出産などの意味にも使われたが、過去日本がアジア各国を侵略するときに前面に掲げた旗、軍国主義及び帝国主義を象徴すると伝えた。また、スニツキの再使用は、過去日本が犯した侵略戦争の歴史を否定するものであり、アジア人には戦争の恐怖を改めて想起させる行為と説明した。助教授は、現在、フランス全域にわたって繰り広げられている世界で、最も権威ある自転車大会である、ツール・ド・フランスでも、非スニチキの応援が登場するなど、国際スポーツ大会での、イスム・イン式の露出が絶えず、非常に懸念していると付け加え、合わせて、今回のパリ五輪で戦争犯罪に使われたアクシミチキの応援がまた登場した場合、IOC は必ず制止しなければならないだろうとしながら、五輪製品を再確認しなければならないと強調した。日本政府は本予想を入れてこの問題に対処しなければならない。韓国の一民間人がやっていることにしては影響が大きく、日本の国益を損ねているばかりか、日本人の名誉と尊厳が著しく傷つけられている。盾はその国や機関を象徴するものであり、たとえ相手の国が嫌いであっても、あの象徴物である旗に対して敬意を払うのは国際常識である。日本政府は速やかに韓国政府に働きかけ、
この教授の取り扱いと対処について協議されたい。オリンピックも含めた国際スポーツ競技の大会前に、毎度ながらこのような悪知識をポセしめることに失着するこの人が、自分の名声を課せるためにやっていることが明らかなこと。あのサッカー選手が受かったサルマネの理由を最新知識だとするのが、戦後性の水面な妄言にしかならないのを、この人が未だそれに便乗してスポーツに政治を持ち込むことがもてはやされている時点で、関係改善などすとまがせに過ぎないものだと思う次第です。